意外と中南に慣れてないおじさんなんで、いつも他のメンバーのチューニングや基本的にチューニングが合ってる楽器に合わせてたんで、チューナー使うと手間取るダメなおじさんっていうのが判明しました。で、髪染めてんだけど、昔みたいに白髪頭じゃないから、あのちょっと他の色に変えちゃったんだけど、言おうと思って、近所の人しか俺の髪の色わかんないんだよね。だからまあ帽子かぶって、今まで通り白髪頭のイメージで見ててくれて構わないんで、グレーヘアから他の色を変えようかと思ってたんだけど、もう変えちゃったから、あんまりあの髪の色変えて公表するっちゃうと、なんか他の街歩いてる時にね、ちょっとあのおじさんだってすぐバレちゃうとちょっと気恥ずかしいから、でまあちょっとね。で、こういうアコースティックギターでも見た目そんなに変わんないなって、まあギター弾かない人からとっては分かんない、気づかないところ、気づかないような形をしてても、ギター弾く人にとってはこれ俺の持ってるギターと違うなって分かる判断基準として、これは鉄弦のアコースティックギター、フォークギターなんだけど、これと形は似てるけど全くちょっとジャンルが違う人のギターがあって、ナイロン弦というかガットギターっていうのがあるんだけど、鉄の弦なのね。でガットギターは基本的に昔は他の素材使ってたんだけど、今はナイロン弦とかことが多いのかな。でクラシックの人とか、フラメンコギターもガットギター使うのかな、ガットギ、鉄弦のフラメンコギタリストもいるし、ナイロン弦のフラメンコギタリストもいるんだろうけど、まあ歴史的にはガットギターの方が古いのかな、鉄弦どんくらいなのか、まあどっちが先とか後とか分かんないけど、ちょっとジャンル違うタイプなの、見た目に似てるけどね。でジャンル違うタイプで、俺はあんまり普段そこら辺のガットギター系のミュージシャンってそんなに聞かない方なのね、他のギタリストに比べてね。まあ聞く方としたら、横浜にいたことがあるパクさんっていう、あの俺より10か20ぐらい若い、あのかなり可愛らしいあのギタリストが、天才ギタリストもめちゃくちゃ名手なんだけど、日本語も上手な人なんだけど、その人若いけど、まあだいぶ名手の人で、その人は見た目に似てるんだけど、この形的に弦が違う、弦も違うし、ここのねフレットのね、フレットの幅も違う、もっとこう指をガバッと広げなきゃいけない、幅が広い場合が多いのガットギターっていうのはね。でこのこっち側もね、横側っていうかネックに対してこっち側、この幅も広い場合が多いから、指をかなり広げなきゃいけないし、こういう鉄弦のアコースティックギターはこういう動きっていうのは意外としやすいんだけど、しやすいけど、本当はこっち側の動きね、こっち側じゃなくてね、こっち側の動きは実はアルペジオとか、まあガットギターっていうのはどっちかいうと右の動きもかなり器用な人じゃなきゃ、器用な人向きのギター、その人はなぜ、俺クラシック音楽というかクラシカルミュージックって英語では正しく言う、だからソウルクラシックとかロッククラシックとか、もうクラシックになるのとか言われたら、俺たちが持ってる映画音楽とか現代音楽とか、まあバロックミュージックとかのクラシックとはちょっとイメージ違うでしょ。そこら辺のクラシカルミュージックはあんまり好んで聞かないけど、なぜその人聞くかっていうと、ラテンのまあフラメンコギターとか、あのスペイン語圏の古典楽曲をやったり、あとブラジル南米のポルトガル語圏ね、ショーロっていう、まあボサノバより歴史古いんだけど、そこら辺のラテン系のあの楽曲を取り上げることが多かったんで、まあラテン音楽は基本的にスペイン語圏、ポルトガル語圏はまあクラシカルミュージックよりは聴くんで、それはまあ綺麗な人ですから。であのナイロン弦な、だからここ
この幅も広いし、この幅も広いギターで、だからネックのこのフレットスの数も基本的に少ないと思うな。だからこっち側の動きとか、まあこっち側でも動かすときに指ものすごく広げなきゃいけないから、指の長い人、どっちもね、長い、長くて器用な人というか、すごく広がんなきゃいけないんで、まあ俺はあんまり女の、普通の女の子と同じぐらいの長さなんだけど、女の人がガットギターをものすごくこっち側の動きをやってとか、すごい複雑な動きを素早くできる人っていうのは、もしかしてピアニストでもここを切っちゃう人いるんだよ。ラフマニノフっていうクラシカルミュージックのすごく指の動きを広げなきゃいけない人、ここの水かき切っちゃうな。ゴールデンレトリバーとかいう犬がいるじゃん、ラブラドールズレトリバーとか、あれ狩りした時にハンターが弓で鳥を撃ったりとか、ライフルで撃った、落ちた、川に落ちたの水かき使って取ってくる狩猟犬なのね、もともとはね、ハンターの犬だったんだけど、まあハンターの犬には水かきついてんだよ、ワンちゃんに、ね、だけどそういうような人もいるのね、人間でもね、ピアノやギターのために、ね、指がちゃんと広がるために、ね、まあそれの矯正用の器具っていうのも最近ネット通販であるんだけど、実際ものすごくこれ必要な場合、手術でここの水かきを切っちゃう人もいるから、俺はそれってできねえゲートだなと思う、怖がりなんで。でここのフレットの幅も広いんで、ロックとかブルースとか、まあフォークにしても、こういう鉄弦のギターでビブラートっていうか拳だよね、演歌でいうところの、これは俺なんかの場合はこう縦にビブラートさせるよりも、縦っていうかこっち側にビブラートさせるよりも、こっち側にビブラートさせた方が、これね、もっと言えばチョーキングって言っても、もっと半音とか半音、こんくらいの音程を上げたり、こんくらい上げるためにこう引っ張ってね、下から上の方がやりやすいけど、上から下でも上がるから、ちょっと半音か4分の1から半音ね、1音上げちゃう人もいるけどね、1音半ぐらい上げちゃうようなエレキの場合だったらいるんだけど、チョーキングでね、まあこうどっちかというとこっち側に引っ張る方がやりやすい、こっち側にこうビーッとこう細かく揺らすっていうのは実はガットギターの方がいい、こっち側にこうビーッとこう細かく揺らすっていうのは実はガットギターの方がやりやすいんだけど、これ揺らすと拳もつくんだけど、こっち側に揺らす、こっち側に揺らすとフレット内でね、フレット内でこっち側に揺らすと拳がつくんだけど、こっち側に揺らすと拳そんなつかないんじゃないかな。でなぜ揺らすといいかっていうと、サスティーンって言って、サスティナブル、持続音じゃないんだけど、まあ短い音と伸ばす音ね、音が伸びるんだよ揺らすと。まあこっちで縦に揺らすと、これは俺得意じゃないからあんまり専門分野じゃないんで、まあちょっとずつ練習していこうとは思うんだけど、こっちに揺らして音を伸ばす人がガットギターの人では多いらしい。こっち側ね、こっち側に揺らしてね、こっち側だと多分あんまり音程の拳はつかないんじゃないかな。サスティンはできるけどね。だけどこれ、こういうエレキとかフォークギターというかアコギでは、こっち側に揺らすのは実は幅が短いんでやりにくいかもしれない。だからこっち側に揺らして拳をつけた方が容易に、だからこっち側に揺らすんでも大幅に揺らすのと小幅に揺らすので持続してても拳がつくつかないの加減がつくんで、どのくらい揺らすっていう、揺らす幅とか、もっと揺らした方がかっこいいじゃんとか、ブンブン揺れた方がいいじゃんとか、揺れなくて伸ばしたいなって人は短い幅で揺らすよね、音を持続させる、サスティナブルっていうかね、サスティナビリティっていうの、SDGs とか言うけど、まあ、持続可能になるの、揺らすとね。
こっち側に揺らすのこのギターちょっとやりにくいなって、ガットギターの方がいいのかなっていう、ね、このフレットの幅がこっち側に広い方がね、こっち側に広くてもかなりまたこっち側に広いフレットが広いと、フレットっていうかネックが広いと、あの指が、右の指がね入りやすいから、なんかもっと複雑な表現ができるのかもしれない、ね、こっち側のねつまびく方がね。だから用途が全然違うんで、ジャンル外のジャンルとは別の人だけど、まあ参考にもあるし、まあ下心だいぶあるのかな。いろんな、まあボサノバでもそのガットギター弾く人もいるし、ウクレレでもガット弦とかあるのかな、わかんないけど、だからショーロとか取り上げるんだよね、そのパクさんっていう、パクキューヒさんっていう、勝手にアイドル視して葵ちゃんって呼んでるんだけど、それ失礼だって、あの親衛隊からぶん殴られそうなんで、ああパクキューヒさんのあのギターすごく上手な人、ガットギターのすごく上手って、もう世界的に第一人者になりつつあるんじゃないの。まあ弾き方全然違う、だからこっち側にビブラートさせるっていうか、その持続させるためにこう縦にこっち方向に揺らして持続させる人がガットギターには多い。フォークギターでブルースとかであのビブラートさせる、ロック的、まあエレキでもね、ビブラートさせるのはこっち側、早く覚えるビブラートっていうか、持続させるためでも、あの音を揺らしたり音程を変えたりする場合でも、上げといて下げるとこうね、ビヨーンって下がるじゃん。で下、まあつまびいてから上げるとビヨーンって上げ、ビヨーンって上がるじゃん、音が、音程がね。ここまで大げさに、大げさじゃないけど、こういうチョーキングとビブラート微妙なもんだけど、まあ音の持続させる方法、チューニングの方が時間がかかってたねっていう、失礼って。